しかし全くいい考えが浮かばないな。どうしたもんか。ちょうどいいところに。ねえ、ちょっとだけ話。俺たちいつもリヴァイ兵長にお世話になってるだろう。兵長に日頃の感謝を伝えたいと常々思っていたんだ。だがいざ4人で具体的なことを話し合ってみると、なかなか話がまとまらなくてな。俺はやっぱり班としてさらに戦果を上げることが一番だと思うぞ。私はみんなで掃除をするのがいいと思うな。本腰を入れて隅々まで磨き上げてやるの。だが俺たち4人がいくら頑張って掃除したって本気を出した兵長には及ばないんじゃないか。俺は贈り物をするのがいいと思うがな。贈り物ね。とまあこんな感じでいつまでも決まらないんだ。お前はどう思う？お前もそう思うか。それが兵士としての本分だからな。だがそれと感謝の意を伝えることは違う気もする。やはりこの機会にはっきりした形で伝えるべきだと思う。そう考えるとオルオの案はいい線いってるんじゃないか。しかし兵長のことだから、何か凝った贈り物をしてもそんな暇があったら訓練しろって言われるんじゃねえか。そうだね。贈り物って簡単に言うけど、考えてみると何を贈ればいいのかわからないし。そうだな、それがいい。みんなで少し考えてみよう。よし、それじゃそういうことで決まりだ。付き合ってくれてありがとうな。俺がやらないといけないんだ。ありがとよ。な、お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。
早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か マジかよ。まあなんだ、頑張れよな。うん、それでいろいろな肉料理を。あ、いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ、腹減ったな。じゃ俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃあ、早速交戦準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないの。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ、私たちも配置につこうか。今回こそ成功させる。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。ちっ、おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな、エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。
それもありそうだね。次はもっといろんな状況を試してみようか。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。とっとと巨人どもを倒しちまうぞ。行ってやろう。この状況で何を優先すべきかを考える。まずは迫ってくる巨人を排除する。これだ。狙い通り。これだ。中途半端に巨人化するなんて。兵長、これは。落ち着けエレン。俺たちが巨人を倒す間、お前はそこでじっとしていろ。拠点を立てな。あの巨人、まさかあれが。マジかよ。何？何の音？何が？この状況で一番面倒な奴が来やがった。相手する。エレンの奴、一体どういうつもりだ。おっさん、捕らえた。狙い通り。当然さ。エレンは危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？あんなの余裕だ。
の状況でもやることは一緒。私たちで何とかするしかない。私たちを信じて頼って。ゴブリット大変だ。エレンが、エレンが片腕だけ巨人になってる。分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。今は巨人どもが押し寄せてきて、ハンジたちに構ってる暇はねえ。見ろゴブリット、この腕。分隊長、今はそれどころじゃありませんって。ねえエレン、巨人化した部分ちょっと匂いを嗅いでみてもいいかな。分隊長、近づきすぎですよ。って言ったそばから。分隊長、エレン、その腕待っていい。いいよね。あっけー。分隊長、一気急ぎすぎです。倒さ、捕らえた。狙い通り。押さ、どうなってんの。すごい、見たい。そうだ、さっさとこの手を抜いちまえば。こんなもん。ここまでだ。さっさと撤退するぞ。エレン、お前は俺についてこい。お前もエレンを護衛しろ。急いで拠点を作れ。倒せ。エレンのやつ、どういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。当然さ、あんなの余裕さ。狙い通り。エレン、気分はどうだ。あまり良くありません。
実際に敵意を向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ、俺はそういう奴らだから選んだ。巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。地獄のような状況であいつらは何度も生き延び戦果を残した。迅速な行動と最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なことだ。かといってあいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけじゃ。言ってやろう。狙いどち。狙いどおり。捕らえた。救援要請ね。助けに行かないと。エレンには俺たちへの敵意が、いや、人類への敵意があるのか。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。よし、私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。狙い通り。落ちた。あんなの余裕だ。狙い通り。よし、こいつが役に立ってくれればいいんだが。ほらよ。落ちた。狙い通り。無駄だ。
巨人たちに囲まれちゃったね。どうする？面倒だな。全員で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うな。下がっている。はい。くそ。俺にできることはねえのか。行ってやろう。
しやがって。お前らエレンとは距離を取りながら戦え。いいぞ。だが突っ走りすぎるなよ。そエレン、また巨人になりやがるとは。エレン、どうしてまた巨人化したの？興味はねえよ。やることは変わらねえ。エレン、私だよ。声は聞こえているかい？ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。あんなの余裕だろ。今のうちにエレンを回収してさっさと撤退するぞ。何も覚えてねえのか。はい、すみません。巨人になる力を使いこなせないといけないのに。そうだ、お前が巨人の力を操れないとなるとウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、なんとかしろ。とはいえ巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのにエレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えると
おのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？それが無関係だとは思わないけど、今回分かったのはもっと違うことだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だがな。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったな、エレン。俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でも、それでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。だから、私たちを信じて。はい。